モンスターファーム2が任天堂スイッチに登場。 CD からのモンスター生成はデータベースからの読み込みに進化。400種以上のモンスターを自由に育成して大会制覇を目指そう。モンスターファームからのモンスター持ち込みも可能。目指せ名人、狙え最強ブリーダー。夏休みに田舎の島に訪れた小鳥のクレア。島民たちとの触れ合いを通じて、彼女は島の真ん中にそびえ立つ山の頂上を目指すことに。自由に探索できる島中を駆け回り、さまざまな出会いと試練を乗り越え、クレアは少しずつ大人になっていく。病気がちの弟ヒロシに作りかけのゲームを楽しんでもらうため、主人公タケシはこっそりモンスターを操作することに。モンスターを繰り出し、適度に苦戦させながら勝たせて弟を楽しませなければいけません。人形アニメとロールプレイングゲーム、2つの世界で描かれる兄弟の物語。ゲームボーイで発売された魔界闘士サガ、サガ2秘宝伝説、時空の覇者サガ3完結編、サガシリーズの原点3作品が一つになって登場。オリジナル作品の魅力をそのままに、高速モードなどの多彩な便利機能が搭載。また伊藤健二氏による新たな楽曲も収録。ジョイコンを外して縦持ちでプレイすれば、当時のプレイ感覚も蘇る。